ちょっと遅れておりますが、続きまして、スピナート様からのプレゼンテーションをいただきたいと思います。インポにおける産業界の実質的安全性向上に向けた取り組みということでございます。よろしくお願い申し上げます。Well, good evening. 皆さん、こんばんは。Thank you to the working group ワーキンググループの皆様、この度インポを招いていただきありがとうございます。皆さん、聞こえますか？聞こえますか？ Lost the slides. スライドが消えてしまいましたね。 Can you hear me right? 聞こえますよね。 There we go. Okay. So, thank you to the working group 改めまして、この度 inpo は inpo をこのワーキンググループにお招きありがとうございました。 inpo の議論ことを議論してくださっていたと、これまでもというふうに伺いましたけれども、まだ答えが出ていないことについて答えをしたいなと思ってまいりました。で、今日の内容なんですけれども、アメリカの業界、スリーマイル島の事故の後の経験、それからこの inpo が設立されるようになった経緯について説明していきます。3つのテーマを取り上げますけれども、まずアメリカの原子力業界が直面したこのスリーマイルアイランドの事故の後の問題がどういうものだったのか、それからまた inpo が業界のパフォーマンスに影響を及ぼすことがなぜできるようになったのかという話、それからまた原子力業界の今日の課題ということで、先を見通した話をしたいと思います。皆さんの中で60年代からも原子力で働いているという人、手を挙げていただけますか？60年代からこの業界にいましたという人、手を挙げてください。じゃあ70年代は？私は1971年からこの業界に入りました。ということで、初期の原子力の歴史、アメリカの場合は60年代の半ばから70年代の最初というのは本当にエキサイティングな時代だったんです。よく当時言ったんですけれども、原子力というのはあまりにもメーターがいらないぐらいに安いということです。メーターいらないぐらいの安さということで、もう無尽蔵の電力源になるということ、それから石油はもういらないと、それに代わるものだと、70年代の石油の高さ覚えていらっしゃると思います。そして多くの人たちがこの業界に入りました。そして迅速に伸びていた、そういう時代でもありました。でも原子力というのは電力の発電源として石油に代わるものとしか見られておりませんでした。そして複雑なところですとか、あるいはその非常にこの妥協を許さないスタンダード、基準が必要だということは認識されておりませんでした。で、今はもちろん原子力というのは特殊なんだということは分かっていますけれども、当時はそういう認識がありませんでした。で、それが大きく変わったのが1979年3月28日8日、朝5時、失礼、4時のことでした。この非常に最初はマイナーな二次系の過渡事象がありました。でもそれが炉心の溶融と、部分的な溶融というふうになってしまったわけです。これ第2号機の話です。これスリーマイルアイランドでの事故で、そして人々がそれに恐れをなして、そしてそれまでの原子力に対する非常に興奮を覚えた、あの状況はあっという間に消えてしまいました。なぜ起こったかと言いますと、運転が非常に良くなかったということ、標準が水準が低かったということ、それがトレーニングも十分でなく、特に運転が、それからプラントのデザインも弱くて、緊急時対応も弱く、それから運転経験も活用されていなかったということです。で、人体に影響はありませんでしたけれども、この業界に対する大きな影響がありました。つまりたくさんの建設計画が頓挫してしまいましたし、それからたくさんのお金がすでに投じられていましたけれども、建設の途中でそれをやめてしまうというようなことで大きな損を出しましたし、何といっても人々の信頼を損なうことになってしまいました。で、当時のカーター大統領がジョン・ケネディさんをこの大統領直属の委員会の委員長に任命をしまして、そこでレコメンデーション、いくつかの
勧告を出しました。そしてそれがインポのプログラムにつながっていくわけですけれども、エクセレンスという基準を作って、そしてそれを実践していくということなんです。つまりどういうことかというと、規制を満たすということはもちろん必要なんだけれども、それだけでは安全は担保できない、十分ではないんだという認識です。それからまたエクセレンスというのはもうとにかく絶えずより上を目指していく、そういうものであると、それが必要であるという認識、それから安全文化というのがその産業界全体で必要であるということが認識されました。それから運転経験の報告および解析が必要であるという認識です。この TMI の前に実はオハイオ州のデイビス別製プラントでも似たような事象がありました。似たような過渡事象があったわけです。これ電動弁のこの逃がし弁の問題があったわけですけれども、これについては状況を把握した運転員が止めることをできて、そして大事に至らなかったわけです。ですけれども、そのことが共有されなかったということなんです。つまり情報共有がされなかったがゆえに、それを TMI の防止につなぐことができなかったわけです。ということで、大事な勧告の一つとしてこの委員会が出しましたのは、コミュニケーションが必要であり、また運転経験をよく共有しなければいけないということです。世界中で見回しますと、まだまだこの運転経験が十分活用されていないというところもあります。これは和のがまだ足りないというふうに最近評価の結果認識したところでもあります。ということで、委員会の方からいくつか勧告が出たんですけれども、トレーニングのプログラムの認定をしていこうということです。そしてトレーニング、それから資格認定については非常に厳しい基準を設けようということ、それからまた単に中央制御室だけにとどまらず、保全、それからエンジニアリング、そして放射線防護、科学の人たち、それも含めた形にしなければいけない。それからまたトレーニングとして、特定のそのプラントに合ったシミュレーターでのトレーニングをしなければいけないということです。で、昔は本物のそのシミュレーターがなくて段ボール箱で作られたようなものがあって、それを見たことがあるんですけれども、特にその当直長で知識豊富の方が別のサイトに行ってシミュレーターのトレーニングに行ってしまっていたということことがありました。で、その人が連絡がつかなかったと、他のサイトに行ってシミュレータートレーニング、つまり自分のところにないので他のところに行かないとシミュレータートレーニングが受けられないというような状態で、そういった時に事故が起こったということがありました。1979年の12月にインポが設立をされました。当時はまだビジョンはなかったんですけれども、今日のビジョンというのはこのようになっております。で、その重要な部分としましては、かなり上を目指したものなんですけれども、他の人たちがこういうふうに我々を見てもらいたいという、そういう内容になっております。インポはグローバルなその基準を設定しなければいけない、つまりアメリカの基準ではなくてグローバルということです。で、もちろん私たち自分たちの力だけではそれはできません。世界中から一番いいものを取ってきて、そしてそれを取り込んで、そして和のとも共有をして、世界中と協力をするということです。そして自分たちにエクセレンスを求めると同時に、自分たちに他の人にもそれを期待するということです。まあ、通訳にも言っていたんですけれども、やはり人に求めるだけではなくて、自分たちもしっかりとそれを満たさなければいけないということなんです。で、まあ、通訳はいい仕事をしてくれると思ってますけれども、それを一方的に求めることができないということです。やはり自分にもそれを課す、そして他者にもそれを求めるということ、両方が必要だということです。そしてまたこのエクセレンスというのは、やはり自発的なものでなければいけないということなんです。 ですけれども、やはりメンバーになるからにはエクセレンスを自分たちは追い求めるということを約束をする、それは必要というふうに考えられています。長年にわたってインポのミッションというのは、エクセレンスを商用プラントにおいて最高水準の安全性と信頼を推進するという形で推進するということを掲げてきました。18年ぐらい前になりますけれども、
ちょっと言い方を変えました。昔は電力を生み出している発電プラントという言い方をしていたんですけれども、商用プラントというふうに呼び方を変えました。カナダの方のプラントでは発電はしていても、この医療用のアイソトープを生み出すためのものもありました。そしてまた英国の方のメンバーで再処理をしているところもあったので、ちょっとそういったものを外すという意味で商用プラントというふうにここでは呼び方を変えています。そして中核となる我々の活動なんですけれども、評価を行います。 PR レビュー、皆さんご存知だと思いますけれども、インポの評価を受けるということです。そしてエクセレンスの基準に照らして評価を行うということです。そしてパイロットの評価を最初に行ったのが1980年の頭のことでした。そしてパイロットの評価を4箇所ぐらいでやりました。そして80年の秋に全面的な評価を行うようになりました。だいたい9名の評価者によって構成されるチームでした。そして分野としては運転、組織の有効性などいくつかの分野に絞られていました。今は20人から25人でメンバーがそのチームを編成しておりまして、全ての分野をカバーしています。ニールさんが運転のエクセレンスという話をなさいましたけれども、私たちはサイト全体を見ています。本当にその運転の部門だけではなくて、サイト全体を対象にして評価を行っています。それから評価が始まったのは、もともとはチェックリスト的なものだったんです。でもそれはダメだとすぐ気づきました。これだと規制当局と同じではないかと思ったわけです。そこでパフォーマンスベースの評価に切り替えました。大半の時間は現場に出ていろいろなその仕事、例えば中央制御室にいる運転員、あるいは保全の作業員がやっている仕事を観察するということに割くようにしました。だいたいスキルの高い評価者が自前の人たち3分の1ぐらい、それからまた別の3分の1が出向で来てくれている人、それからまた残りの3分の1は電力会社で働いているんだけれども、3週間のこの評価の期間だけチームに加わってくれるという形で、3分の1ずつそういうふうに立場の違う人たちが1つのチームを編成しております。インポのクレディビリティを高めることになったのは、これ評価をして大体 3,4 年経ってからだったんですけれども、 SRO をこの評価のピアという形で加わってもらいました。その主任原子炉運転員の人に関わってもらうことによって、クレディビリティ、信憑性が高まったということです。ということで特定の分野、それから分野横断的な側面からも評価を行います。そして全ての発電所が2年に1回評価を受けるという形を取っております。そしてまたシミュレーターでのパフォーマンス向上も評価をします。それからエグジットミーティングというのが最終日には行われますけれども、 CNO、 例えば八木社長のような方々が出るわけです。 CEO ですけれども、あるアメリカの発電所のあるプラントが対象であれば、そのトップ CEO の人がエグジットミーティングに出るということになります。そして評価、評定をするわけです。これは CEO、 私たちインポの CEO がその1から5までの段階の評価を決めて、それを相手の電力会社の CEO に出すということです。1が一番高くて5が一番低いんですけれども、そういった評定を出します。それから2つ目の分野として取り組んでいるのが分析情報交換なんですが、先ほども言いましたけれども、デイビス・ベッセ発電所での事象というのが TMI の運転員と共有されていなかったということがありました。インポのある部門で世界中の運転経験を集める専門の部隊があります。アメリカの発電所の場合はだいたい事象年間70件ぐらい報告をします。あるいは年間にしますと
7000件ぐらい入ってくるということで、データベースにそれが入ります。で、世界中ワノでは440ぐらいの合気がありますけれども、実は1200から1500件ぐらいしか1年間にワノの方では集まらないということで、これはやはりまだワノが改善が必要としている分野だと思います。まあ、そういった形でデータを集めて、そして業界に対してまた情報を提供するという形をしております。それから支援を行う部門もあります。そして業界からもご支援をいただいております。小さなことから非常に大きな問題まで、発電所が必要としているものについての支援を提供します。それからまたその同じチームの一部でアウトライヤーと我々が呼んでいるような、その例外的に非常にパフォーマンスが低いプラントに支援を提供するということをします。まあ、アメリカにもなかなかその常に非常に他よりも劣っているようなプラントがあります。ですからそこを何とかしなければいけないということで、この特定のグループはそういったパフォーマンスが振るわないところに注力をするということを仕事にしています。それからまたトレーニングを体系的に行うということで、まあ、訓練とか認定の分野が取り組んでおります。そしてまた上層部 CEO とか、あるいは取締役、あるいはこの発電所長とか、それに準ずるような人たちを対象にしたトレーニングというのもやっています。そのような中核となる活動以外にも、インポは業界のニーズに対応すべくいろいろなことをやるようになりました。例えば米国の原子力訓練のアカデミーの役割を果たしています。そしてリーダーシップ、つまりトップレベルの方々のための教育訓練を行っている。それからまた緊急事態の能力を福島の事故の後高めるということを しましたし、また緊急事態用の施設というものも新たに作りました。これは業界に使っていただけるようにということです。それからエプリなども関わるところですけれども、サプライヤーのパフォーマンスを高めるということにも力を入れております。ご存知でないかもしれませんけれども、ワノのアトランタセンターというのは法的にもインポの、言ったら一つの部門みたいな感じなんです。インポの25人ぐらいのメンバーはワノのアトランタセンター担当になっているわけです。そしてだいたい8人ぐらいが国際担当ということで、やはりワノのサポートをしております。ピアレビューなどを手助けするということで、ワノかなりの部分インポはサポートしております。ワノの 90% の文書というのは実はインポが作ったようなものだったりします。それからまた国際プログラムということで、世界中のプラント 75% 以上は関わっているという話がありましたけれども、例えばジャンシー、そういったところもここに該当するわけです。これが今日のインポということで、25社が実際に運転事業者としてメンバーになっておりまして、合気数にしますと104機ですか。ですけれども、サン・オノフレは SG の問題があったり、経済的な問題で今停止しているような4機ありますけれども、それからセスカハナ、ワツバ、それからヴォーグル、そういったところ5つが今建設中のところがあります。そして国際的なものが25社。2枚ほど戻っていただいていいですか。逆ですね。はい、今のでよかったんですけれど、だいたい500人ぐらいインポの社員がいます。388人は高級的なプロパーです。そして66名が出向ということです。これはエンジニアで、そしてリエゾンのエンジニアが日本人3人いらっしゃいます。で、出向という扱いになっています。それからまたで、コントラクター協力会社からの人たちというのが40人ぐらいいます。これ2014年の予算の額、ここに書いてある通りです。で、これはそれぞれの関係を表した図なんですけれども、ウィルムス・ハートさん、それからトニーさんもその組織について説明をしてくださったと思いますけれども、
どうやって NEI、エプリ、インポが連携しているか、特にそれを表すのがニールモメンバーだった福島ステアリングコミッティという運営委員会の例を見れば分かりやすいと思います。非常に高いレベルの CEO とか CNO、 原子力のトップの人たちが集まって、 NEI とかインポのトップの人たちもそこに来て、そしてこの福島の事故にアメリカの業界としてどう対応しようかということを議論しました。確かその6月ぐらいだったので、本当に直後だったと思います。でそれは本当にその連携の一つの大きな具体例になると思います。で NRC との関連で言いますと、これ皆さんご存知かわからないんですけれども、まあ福島の後のことですが、その実は TMI の事故の後、 NRC というのは非常に叩かれたわけです。非常に非難の的になりました。議会からもメディアからも叩かれて、また一般公衆からも叩かれてということです。ですからその一般市民の信頼、クレディビリティを取り戻すために、やはり業界と非常にこう協力し合っているような、そういうイメージは良くないというふうに思ったんでしょうということで距離を取りました。そして NRC とインポの初期の時代の関係というのは時になかなか難しいものもありました。そしていわゆるこのお互いにこう小突き合っているような、どっちの方が権限があるんだというようなことをこう競い合うような、そういうところも時もありましたけれども、パフォーマンスのレベルとして NRC の要件を上回るものを求めるということで、非常にその緊張が高まりました。インポというのはその規制だけでは十分ではないと、エクセレンスが必要なんだというふうに考えました。そしてあまりにも細かくこうしろああしろというふうに NRC が規定をすると、そうするとエクセレンスではなくて本当に規制を守るだけになってしまうのではないかというふうにインポの側は恐れました。このような内在的な障壁はあったんですけれども、両者は満足のいる非常にうまくお互いにこう仕事ができるような関係を構築することができました。つまり独立性はあるんだけれども、お互いに補完し合うような、そういう関係を作ることができました。 MOA を結びましたし、それから年間1回開かれますマネージメント、シニアマネージメントのトップレベル の, そのミーティングもやります。で2日後に実は開かれるんですけれども、今年はということで NRC の上のレベル EDO とか、我々の側の CEO とか、あるいはエグゼクティブと呼ばれるような人たちがそのミーティングに出ます。それからまたいくつかの分野、例えばトレーニングとか運転経験、あるいは新しいプラントの分野、そういったところでのミーティングもルーティーンで開かれています。で実際に NRC の方に出向いていって議論をしたりということで、いろいろなそのプラントの話を議論しますという形で NRC とのやり取りを持っているんです。では少し飛ばしてすいません、ちょっと水を飲ませてください。戻っていただきたいんです。一つ先に、いや逆方向です。はい、で初期の時代、インポはさまざまな課題に直面していました。まず信頼される組織になるという課題がありました。ジャンシーの方、皆さん、業界の皆様、こういった課題よくご存知と思います。今皆さんが直面している問題と同じです。多くの電力会社は変える必要がないと考えていました。スリーマイルアイランドというのはメトロポリタンエジソンの問題だと考えていたんです。つまり中部電力、関西電力の方があれは東電の問題だというのと同じです。しかし当時アメリカの電力会社の幹部はそのように考えていました。自主規制をこれ以上増やす必要はないと考えていたんです。しかし何人かの業界のリーダー、例えばビル・リー、デュークパワーのビル・リー、あるいはジェームズ・オッカナー、コモンウェルス・エジソンの幹部、こういった人たちがこの業界が生き残るためにはインポが必要だということを理解したわけです。
インポはまず初期の段階でその信頼性を示す必要がありました。そしてそれこの存在によってそのパフォーマンスが上がるということを示す必要がありました。でこの信頼というのはこの業界のリーダーから与えられるものでもあったわけです。彼らのサポートを得るということが重要でした。また優秀有能なスタッフを確保する必要がありました。経験があって技術的な能力のある人たちが必要だったわけです。問題を理解してそして適切にそれを説明できる人材が必要だったわけです。いろいろと当初は問題がありました。電力会社優秀な人を最初は出したがりませんでした。一部の電力会社はもうキャリアの最後に来ている人たち、あるいは雇ったばかりの人たちを送り込んできました。そこで CEO に対して優秀な人材を送るようにと要求をしたわけです。実際その後優秀な人材が提供されるようになりました。そういった人たちはですね、実際会社に戻るといろいろと有益な知識を得て戻ってくるということを電力会社も理解したわけです。インポの初期の時代、特に私が入った頃、5年残ってくれますかとよく聞かれました。というのも業界に戻るという前提があったからなんです。しかし90年頃にそれを変えなければならないということを認識しました。つまり中核となるスタッフが必要だと、評価の専門家が必要だという認識に至ったわけです。そこで今はですね、3分の1ずついろいろなその背景の人たちが集まっています。優秀なスタッフがインポにいますの で適切な評価ができるシステムの専門家というのがいるので、我々業務が行えるわけです。サイトのバイスプレジデントだった人たち、あるいはそれよりも高いくらいの人たちもインポに来て、チームリーダーの役割を果たそうとしたができなかったという人もいます。というのは問題を理解して CEO にそれを伝達するという能力を備えていなかった、あるいは批判的なその視点を持っていなかったということでできないという人もいました。ですので、この役割を果たすということは非常に困難なことでもあるわけです。正式なプログラム、プロセスも確立する必要がありました。再現可能な評価プログラムなどを確立する必要がありました。それから正しい措置を導入するということも必要でした。進捗を示して、そしてパフォーマンスを区別すると、その差を明らかにするということも必要でした。パフォーマンス評価のプロセスを83年に開発しました。インポはプラントの評価を自らやるということはしたくないと考えました。しかし理事会の方からやってくれと言われました。そこで83年にプラントの評価を始めました。で3層のシステムがありまして、あるいは評価が3つに分かれたわけです。中以下、あるいは平均以上、平均以下、この3つの評価が与えられました。その発電所の参加、そしてコミットメントに基づいて、そしてこの評価の結果、そしてインポのマネジメントの判断を加えて、そのような評価をしたわけです。このランキングのシステムというのは、この組織が CEO メンバーに対するその説明責任を負うということについて重要な役割を果たすようになりました。それからパフォーマンスの改善を刺激することにもなったわけです。これについてはまたピアプレッシャーのところで話をします。ということで、85年までにはこの評価プロセスはこの5段階の評価になりました。1が最も優秀、5が最も低位という評価基準を導入しました。それから5年間の目標を業界のパフォーマンスに関して導入しました。ニルの方からそのチャートが示されましたが、その最終的な目標というものがあったわけです。業界インポは5年ごとに新しい目標を設定し、数多くの指標を開発しました。それからエクセレンスの文化を確立する必要がありました。最高水準の標準とプロフェッショナリズムを導入する必要がありました。インポのスタッフは非の打ち所のない水準を達成していなければならないと我々は言ったわけです。
2010年にこのメキシコ湾で原油の流出事故がありました。そしてオバマ大統領はこのディープウォーターホライズンの原油流出事故を捜査するための委員会を設定しました。インポの CEO ジム・エリス、それからインポの前 CEO のザック・パテがその証言を求められました。インポが TMI にどう対応したのかという説明をしたわけであります。インポがなぜ成功しているのか、5つの要素をそこで指摘しました。ここに示している5つです。まずは CEO、トップのコミットメント。それから2つ目がこの安全性重視。そして3つ目が業界のサポート。4つ目が結果責任。そして5つ目が独立性です。それぞれについて説明します。まず最高責任者 CEO ということですが、インポの権限というのは理事会によって与えられています。法律とか倫理とか家父長制によって権威が与えられているわけではありません。理事会によって権限が与えられているわけです。そしてその理事会にはだいたい12人ぐらいの CEO が理事として名を連ねていて、彼らはこの設備容量の 75% ぐらいを代表しています。ですので CEO、 各社の CEO がですね、直接活動に参加しているわけです。理事として理事会に参加している。そしてインポのプログラム活動に完全に参加します。またプラントで評価があるときにはその最終ミーティングに出席します。そして実地の調査も行います。それからインポの会社評価の活動にも参加します。でインポの理事会という話をしましたが、1回大きいの理事会でプラントのパフォーマンスについての話をします。各 CEO が説明をするわけです。でどこかのプラントの成績が悪いということになると、その理事会の他の理事がですね、どうやって改善するのだということを問いただすわけです。お互いですね、その各発電所のパフォーマンスについてこの検証し合うわけです。それから年次の CEO カンファレンスというのがあります。1日半ぐらいの会議です。ニールさんも出席されました。米国の各社の CEO が参加します。 NRC の委員もほとんど全員が出席します。スタッフもです。それから原子力最高責任者もほとんどの会社から参加します。そして一般的なその一般向けのセッションもありますし、エグゼクティブセッションというのがあって、我々の CEO がそれを主導します。で各社の CEO が出席して、これは非公開のミーティングとなります。で全てのプラントの評価の結果がそこで共有されるわけです。全ての CEO は1から5のスコアでどこに位置しているのかということを知るわけです。これは公開しませんが CEO には示します。 CEO の中でパフォーマンスの悪いプラントだということを指摘された CEO は CNO、 つまり八木さんが豊松さんにですね、すぐにそのパフォーマンスどうやって改善するんだということをすぐ問いただすことになるわけです。来年はあそこの会議で恥をかかさないでくれということで改善を命ずるということになるわけです。まあ、以上 CEO の参加ということについて触れました。次、原子力の安全性重視ということですが、我々長年いろんな活動に参加を求められました。しかし原子力安全に関わらない活動には原則として参加しないという姿勢をとっています。安全性というのは心構えでの話であって、常に改善をしなければならないものと理解しています。もちろん法の遵守というのは必須ですが、エクセレンスを達成するためにはさらなる努力が必要です。それから業界のサポートというのも不可欠です。各発電所は標準を取り入れ、そして評価を受け入れ、レビューを受け入れるということが必要です。そして最も優秀な人たちを送り込んでくれる必要があります。実際それができています。2年ごとに評価を受け入れます。また指摘された事項に関しては対策を取るということが求められています。ということで業界全体が集まって問題解決に当たるわけです。まあ、議論するよりもどんどん直していくということです。さまざまなリソース、サイトリーダーなどをアドバイザー、ピアとして提供してくれます。
それから CNO の関与ということについて先ほど触れませんでした。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、昨年9月ニールと私と米国の各社の CNO が集まって、日本の CNO の皆様とお話をしました。福島第一、第二も訪問しました。日本の同僚の方々との間の議論で、米国でどのようにお互い協力し合ってパフォーマンスを上げているかという説明をさせていただきました。次、アカウンタビリティ、結果責任ということですが、アカウンタビリティというのは興味深い問題です。一部の言語ではなかなか訳しにくいと聞いています。で、先週の例をとってアカウンタビリティの説明をしたいと思います。先週ですね、アトランタで、吹雪がありました。2インチほど雪が積もりました。で、3日間その都市が麻痺してしまったんです。もちろんそれが起きた後、政治家や市の幹部、州の幹部はテレビに出て、でまず気象学者の責任にしたわけです。で、記者はですね、その過去のテープを掘り起こして天気予報は当たっていたということを示したわけです。市や州の幹部は12時ぐらいに政府のすべての当局、学校、そして企業はもう閉鎖して、そしてもう嵐が来るので帰宅するようにと命じたわけです。何が起きたか、全員が同時にその帰宅しようとして道路が混雑したわけです。通常20分かかるところが3時間かかりました、私の場合。それからエグゼクティブバイスプレジデント、私のバイスプレジデントは1時半にハースフィールド空港に到着して家に帰り着くまで、通常1時間のところ14時間かかりました。なぜこの話をするかというと、これアカウンタビリティとどう関係あるんだと思われるかもしれませんが、市長、アトランタの市長はですね、テレビに出て、高速道路は私の管轄外であると、それは州の管轄だと言ったわけです。で、州知事はですね、気象学者に責任をなすりつけていた。誰もですね、我々は過ちを犯したと、こうやって直すということを言う人がいなかったわけです。それを言うということがアカウンタビリティを持つということなんです。この緊急時対応に関してリスポンシブルであった、責任があった。しかし何かうまくいかなかった時に、これは自分の責任だと、こうするべきだったということを彼らは言わなかったわけです。5日経つまで言わなかった。そういったことができるか否かということがアカウンタビリティということであるわけです。インポに関してどういうことかというと、インポのレポート、これはこの機密扱いであります。パイロットフェーズでは機密にしませんでしたけれども、すぐ分かったことは、プラントの人員はその報告書を公開してしまうと、規制当局あるいは国民に公表してしまうと、なかなか情報を出してくれないということでした。ということでこのようにしています。訴訟も提起されていますが、それで何度もこのやり方が認められています。で、各発電所に対してはこの結果を提供してくれと言っています。で、この最終的にまとめた報告書だけは NRC に提出します。ということで NRC はその結果については認識しています。しかしコピーはできないようになっています。で、NRC との間ではしょっちゅう連絡を取っていますので、どこが心配されるところかということはお互い理解しています。で、我々が指摘する事項に関しては対応が取られるということが期待されています。ピアプレッシャーもあります。つまり他者からの圧力です。我々率直に指摘をします。そして言い訳は許しません。他のプラントでも同じ問題があるとか、多くのプラントでこういった問題があるものだとか、そのような言い訳は受け付けません。で、独立性ということ、ニールの方からもエプリの独立性の話がありました。インポも独立性を維持するということが非常に重要です。もちろん業界全体のサポートがあって我々は存在しているわけですが、しかしどの一つのメンバーからも独立しています。メンバーに対しては業界全体の利益を代表して
この責任を追及することができます。そして特定のメンバーに対して特別な配慮をすることはありません。 NRC DOE からも独立しています。補完的な役割を担っていますが独立しています。有能な NRC というのは重要ですが、彼らは別のそのプロセス、別の採取状態を持っています。我々は国民からも独立しています。原子力業界の代表でもありません。それは NEI の役割です。我々は独立していることで信頼性を確保しています。国民と直接やり取りをすることもしません。国民に説明するというのは我々の能力ではありません。そしてそれをやろうとすると我々の能力が希釈すると考えています。そして NRC、 そして事業会社は国民に対して説明責任があります。我々は理事会に対してのみ説明責任を負っています。そういう形で独立性を担保しているわけです。我々の信頼性はそこに依拠しています。ということで初期の段階こういった課題があった、で、さまざまな障壁があったと。そしてインポのこの業務確立までにはいろいろと困難もあったということを示しております。そのような課題は乗り越えてきました。それは効果的な自主規制ということで乗り越えてきたわけです。今日も聞かれました、インポはこのあるいはその自主規制というのをジャンシーどうやったらいいのか、 PRA に関してどうやったらいいのかということを聞かれました。で、インポは PRA に関してはエプリとは全く違う意見、あるいは NRC とは全く違う意見を持っています。 PRA というのは有益なツールだと考えています。この安全に対する影響を理解するのに有益だと、そして安全性、安全上の優位性、プラントの状態を理解するのに有益だと。しかし安全文化とかリーダーシップ、こういったものを PRA は見ることができない。そういった無形のものが重要だと。で、ジャンシーはそこのところを十分に認識する必要があると考えています。炉心損傷、それから早期大量放出というのが重要なこの最終状態であるわけですが、ジャンシーはそれ以外の最終状態についても考える必要があります。米国においては NEI がこのワーキンググループタスクフォースなどを通じて活動を推進しています。 PWR、BWR、オーナーズグループなども関与しています。 PRA に関しては妥当性が確認されたツールが必要です。それには時間が必要です。ジャンシーはですね、これぐらいであれば十分に安全ということをいうことを控えなければなりません。エクセレンスを追求する必要があるわけです。どれぐらいが十分に安全かということは NRC が言うべきであるわけです。ジャンシーはこのエクセレンスを目指すべきだということです。で、このテーマについてもう一点、 PRA というのは規制上のツールであってエクセレンスを必ずしも担保するものではないということです。ですので我々は他のところとは全く違うアプローチを取っていてエクセレンスに注力しているわけです。ということで我々として目指すのは原子力安全の推進であります。原子力業界における原子力安全の追求であります。この旅は終わることがありません。エクセレンスのためには次の地平線を常に模索する必要があります。インポが現在取り組んでいる課題のリストです。この各部門での自己認識の不足、継続的改善の不足、それから運転経験の活用の不足、運転経験の問題、これまでは十分に解決できていません。それから作業者の不足、能力の不足、それからサプライヤーの不足、それから外部事象に対しての強靭性の不足、それからこのアウトライヤーを排除して長期的な生存性を高めるということです。リーダーは変化する状況に常に対応していかなければなりません。こちらはインポの産業戦略設計です。最終的に目指すものを示しています。10年後には
優れたプラントパフォーマンスを実現したいと、それからレジリエンスのある組織、そして例外がない、そして強力なサプライヤーサポートを確立したいと考えています。インポは標準を設定し、そして測定をし、基準と比較し、パフォーマンス改善を支援し、そして自主規制に関しての権威となりたいと考えています。インポはこれまでに何をしてきたか、日々取り組んでいることは、このジャンシーがこれから取り組むことですが、大変な作業であるわけです。これは簡単な仕事ではありません。ジャンシーが直面する課題は、我々がスリーマイルアイランドの後に直面したものと同じであります。そして米国でいろいろといい成果も出ましたが、我々のやり方に関して、例えばベッシーではですね、この上蓋の劣化というものが問題がありました。で、十分に早い段階でそのマネジメントの問題が指摘されていたにもかかわらず、課題が発生したわけです。でその結果、インポの評価のやり方も大きく変えました。ですので常にその改善の可能性を探っています。この目的基準も書き換えました。ワノと協力して、同じそのパフォーマンスの目標と基準が使われるようにということで改定をしました。インポは米国の原子力業界の土台を成しています。業界の中で我々は原子力安全を追求しています。我々の使命は明確であります。業界に対する要求が高まる中で、我々の使命は明確であります。そしてジャンシーもですね、この発電所の運転員たちに対して責任を負っているということを理解していただきたいと思います。原子力安全ということは常に最優先事項であります。ありがとうございました。大変ありがとうございました。その今のお話から、インポが、どのようなそのリーダーシップ、特に私印象に残りましたのは、そのエクセレンスというその言葉を日本語に訳したら一体何なんだろうというようなところでございました。それでは、ご意見のある方、ご質問のある方、あんまり時間もないのでございますけども、それでは、それでは水谷さん。中部電力でございます。まずプレゼンテーションありがとうございました。スリーマイル島の事故から、事業者自ら自主的な規制体制によって、信頼を築くということで、大変我々にとっても勇気のいただいたプレゼンだったと思います。ありがとうございました。1点ご質問、情報公開についてご質問申し上げたいんですが、お話の中でプラント評価等さまざまな情報をですね、機密扱いというか情報公開をしないという形にされていらっしゃると伺いました。一方で原子力事業の推進につきまして、情報公開とか透明性ということが非常に社会的に強く要請されているのではないかと考えます。ですので、そのあたり、そのアメリカでどういう議論があったのか、あるいはインポのその情報を機密にするということは十分理解を得られているのか、まだ大きな議論があるホットなイシューなのかと、そういったことについてお伺いできればと思います。アメリカで特にその問題についてはもはや議論はありません。すでに言いましたけれども、いろいろと法的な訴訟などもあった上で、例えば最高裁まで行ったケースもありました。そして我々のその独立性といったものが支持されました。その理由の一つは、非常に強い規制当局がいるということなんです。発電所のいろいろな事象がちゃんと NRC に報告をされる。そして NRC は非常にしっかりとした形で原子力業界の理解も持っているということがあります。そしてインポの手法はパフォーマンスを上げることにつながっていると、その発電所のパフォーマンスを上げることができていると。で別にその一般にその情報公開することによって、それがしないことによってそれが損なわれていないということが分かりました。 Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして佐治様お願いします。はい、ありがとうございます。PRAP について一つお伺いしたいんですけども、先ほどの話の中で、その安全のパフォーマンスを1から5までのレーティングで評価するということが言われておられましたけれども、その高いレーティングを目指して努力するためにですね、何らか その事業者のインセンティブがあると非常に有効ではないかと、中づくその例えば経済的なインセンティブですね、何かがあると非常に有効じゃないかなと思うんですけども、そのあたりは実態としてアメリカではどのようになっておりますでしょうか。そのあたりをお伺いいただければと思います。はい、あります。1の評価を得たところは、言ったらニールの方から保険料が値引きされるみたいな、そんなことですね。エプリの方 そのディスカウント。でもマイナス面としてはピアプレッシャー、その同僚からのプレッシャーというのがあるわけです。CEO というのは、やはりお互いにサポートし合うという立場にあるわけですけれども、やはりお互いにプレッシャーをかけ合うという存在でもあるわけですね。まあ、上を目指すためにということですけれども、インポの役員会の方で、新たにその CEO が2012年の5月に着任したんですけれども、やはりその外れ値、つまりパフォーマンスの低いところをなんとかなくそうということを謳いました。それが我々の戦略でもあります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それは続きまして松浦さんもお願いします。ありがとうございます。ジャンシーの松浦ですが、我々は、インポの活動をモデルにして頑張っていこうと思っているんですが、今日は非常に我々が心得るべきことをコンプリヘンシブに教えていただいたようで、いかにもしっかりやれと言われたような気がします。一つご質問なんですが、インディペンデンスのところでインディペンデント・オブ・パブリック・オピニオンと書いてありました。これは言葉を書いているとフリー・フロム・パブリック・オピニオンとも考えられるんですが、今の日本の中でこういうことを明瞭に示しますと非常に難しい立場に立たされるわけでありますけれども、これは USA ではこういうのは特に批判の対象になることはないんでしょうか。先ほど申しましたように、初期の段階ではですね、非常にこれ難しかったんです。特に我々の信頼性が確立されていない状態では難しかったんですが、我々の存在がプラントの安全性、信頼性の向上に寄与しているということを示した後は問題がなくなりました。さまざまな事件があったわけですが、まあ、その初期の段階で、これについては時間がなかったので先ほど触れませんでしたが、今説明しますと、当初 NRC はですね、苦労していたんです。NRC にもプレッシャーがかかっていた。新しいルールや規制を導入しようと考えていた。そこで研修に関してのルールも作ろうとしていたんです。でインポと業界はそれに抵抗しました。我々避けたかったのは、NRC がシフトスーパーバイザーにはこれぐらいの研修が必要だと規定することでした。で業界との その議論なしにそういったことが規定されるということには反対したわけです。そこでインポはワーキンググループを設定して、そして全ての重要なこのジョブに関して、化学オペレーター、メンテナンスワーカー、全てのその職種に関してその分析を行ったわけです。で NRC はですね、用務員にまでそれを適用したいと言ったんですが、それはバカバカしいと、減少関税に関係ないと我々は指摘したわけです。で当時の我々の CEO がまず着手したこと、まあ、これは33年前の話ですが、グラウンドホッグデイスピーチというのを彼がしたんです。グラウンドホッグデイというのは日本であまり知られていないかもしれませんが、ペンシルバニア州ではグラウンドホッグというモグラみたいなものが2月2日に穴から出てきて、で影を見ないとその年の天気の占いになるというものであったわけですが、この CEO はですね、各社の CEO に対して、お前たちは
グランドホッグだと。で、土の中に頭を突っ込んで、そして状況が良くないと見ると6週間また潜ってしまう、そういう存在だと指摘したわけです。それではいけないと関与して、そして NRC に全て決定させないように活動しなければならないと指摘したわけです。そこでこのトレーニングに関するタスクフォースを設置して、トレーニングのニーズを明らかにするという作業を行いました。インポはですね、それによって信頼性を確立しました。まあ、大統領直下の委員会、そして NRC もこの業界の努力をサポートしました。で、結果として NRC はこの研修に関してのルールを最終的に発表しなかったわけです。ということで非常に大きな成功例となりました。ありがとうございました。関村先生お願いします。どうもありがとうございました。大変インポのことがよく分かるようになったというふうに思いました。まず最初に一つだけ質問させていただければと思います。コアワークの中でご指摘されたエバリエーションというのは、これはまさにピアレビューのことというふうに理解をすればいいというふうに思います。これは和のでも同様な考えを取っていらっしゃることから、多分エバリエーションというのはピアレビューをどのように進めていくか、こういうことだというふうに理解をしています。それで一つだけ質問させていただくとすれば、このピアレビューの結果をいかに活用していくか、それについてアメリカでやられてきたことと日本の発電所の現場、あるいはさまざまな組織の違い、日本とアメリカの違いを考えると、ピアレビューの活用の仕方というのは、例えばプラントごとにのパフォーマンスをきちんと評価をしていくというような、アメリカとはちょっと違ったやり方もあるのではないかなというふうに今まで考えてきたところです。もしこれから日本がピアレビューのシステムをうまく使いこなしていくということができるとすれば、どのような形でこの評価の結果を使っていくべきなのか、これについてお考えがあったらお聞かせいただければというふうに思います。質問2つに分かれるように思うんですけれども、まず第一に、和のはインポのようにやはり報告書は公表しないと和のも考えているわけです。で、福島の事故の後、ポスト福島委員会というのが、やはり WANO はもっと一般に対してオープンで透明性がなければいけないと言いました。でも報告書としては、これは機密保持を維持するということを言っています。で、ピアレビューの報告なんですけれども、これはその会社の CEO およびそのスタッフのためのものです。で、彼らがパフォーマンスを高めるために使うわけです。で、WANO は WANO 次第なんですけれども、ワノが質の高いまずピアレビューをするかどうかということがまず一つですね。あるいはジャンシーもそうです。日本の発電所を対象にピアレビューを行うわけですけれども、質の高いレビューが優秀なレビューアーによって行われるかどうかということが一つあります。で、それがそうであれば結果を受け入れると思います。このプラントの側も、そして行動につなげると思います。ですから、ワノおよびジャンシーがやはり、じゃあそれに対してちゃんと対応するようにというふうに結果責任を電力側に求めるということを彼ら次第だと思います。それによって改善が見られるんだと思います。ですから、そうなると別に公表するしないというのはそんなに関係ないような気もします。ありがとうございました。それでは切り張ってお願いします。すみません、先ほど の一つ前の質問の時のですね、訓練 の要件でありますか、それを NRC と、要はそういう安全性 の証明をしてですね、議論をしたという話についてなんですが、ちょっと、認識が違うのかなと思ったのは、もともとそのここの中でも書かれている規制遵守は不可欠で、さらにその上のエクセレンスを目指すというのがインポの役割だというふうに理解していくと、そのいわゆるその無駄な安全に寄与しない無駄な規制は、必要ないという交渉するのはネイの役割だというふうに僕個人的には理解をしていたんですが、要するにこういう形で評価をするとこういう結果になるというようなところがインポだと。で、これはどちらかというとその
ネイはその後にできているので、ネイがない段階でそういうような必要があったのでネイが作られたと、そういう理解でいいですか？ Right. That's correct.Yeah, any, when we had the training issues in the early 80s, この80年代初頭、トレーニングの問題が発生した時、NEI がまだ存在していなかったんですね、業界の代表としての、代弁者としての。まあ、今日、例えばこのベントの問題などがあればですね、NEI が NRC のところに行って、議会、あるいは国民の前に立って説明をするという形になります。インポではありません。もちろんインポもですね、自らのその立場は表明します、意見は提供しますが、 NEI が業界を代表して NRC とあるいは国民と対話をするという形になります。ありがとうございます。ちょっと多分今日本ではその例えばジャンシーもそうですし、まあ電磁圏とか電磁連もそうでしょうが、多分今ジャンシーは、インポとは逆に公開が大前提の組織のようなところも、元がそうですね、元技協がそうですね、ジャンシーはだからインポに向けて変えているところなんですけど、ここのそのネイに当たるようなところを、どこがきちんとやるべきかと、で先ほどの研究のコントロールみたいな話もそうなんですけど、要するにステアリングをきちんと、要するに日本ではどこが取るんだっていうところが非常に問題だと思うので、ここら辺はやっぱりアメリカのやり方というのは参考にしたいなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。大体基準したようでございます。大変有効なプレゼンテーションいただきましてありがとうございました。最後でございますけれども、せっかくでございますので、今日お二人の方から、特にアメリカからいらしたお二人の方に、プレゼンをいただきましたが、まあ最後に、我が国のその原子力産業界に対して何かご感想なりご意見なり一言ずついただけるとありがたいと思いますが、いかがでございましょうか。最初にウィルムスハースト様、それからアスピナート様と、ショートフレーズで結構でございますが。すでに述べたことを再度申し上げることになりますけれども、コラボレーション、それから共有することの力を過小評価してはならないということです。良好事例とかいいアイデアは一社だけでは持っていません。オープンな形で共有をする、お互いに得意なものを共有し合うこと、それによって業界全体としては良くなることができると思います。海外からの参加者、ジャンシーさんももちろん日本の電力を代表していただいていますけれども、日本の関連の仕事というのはジャンシーあるいは和の東京センターを通じてやらせていただいています。でジャンシーとの合意事項として初めてなんですが、実際にこういう合意を見ました。でその中に期待事項というものを盛り込んであるわけです。 CEOに対して、それからその電力会社のトップのレベルがの人たちがどう関わるべきかといったことを書いているわけです。で電力会社の CEO 最高経営責任者、そしてそのジャンシーにしっかりと関わらないようなところには我々はもうサポートを提供しませんということを言いました。日本の電力会社が本当にサポートを必要としている、そしてジャンシーをサポートしているということを示してほしいということです。それぐらいにジャンシーをサポートしてほしいと思っています。でこれからの道のりは非常に長くて厳しいと思いますけれども、ジャンシーがそれでも成功してほしいと思っています。ジャンシーとインポは同等で、そしてまたベストプラクティス、良好事例を共有し合う関係だというふうに。言葉ありがとうございました、ということでございまして、時間過ぎておりますので、そろそろ終わりにしたいと申します。それで、今後でございますが、本ワーキンググループはですね、年度末に向かいまして取りまとめをしなくてはいけません。
従いまして次回以降はこれまでのワーキンググループの議論をですね、昨年末に整理いたしましたあの今後の議論の方向性に基づきまして、より、内容を掘り下げて、その結論を出してまいりたいと思います。事務局がいろいろと資料を用意するということではございますが、あと3回のワーキンググループの開催が予定されておりまして、次回が2月の25日、次が3月の14日、それから3月の25日と、これで終わりでございますので、一つ積極的なパーティシペーション参画をお願いしたいと思います。というわけでございまして、本日は長時間にわたりましてまた大変ありがとうございました。これ終わってよろしいですかね。それではこれをもちまして第9回目の原子力の実質的安全性向上に関しますワーキンググループを閉会させていただきます。どうもありがとうございました。